皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。頼もしいキャプテンの一撃で、試合の流れは一気に日本に傾いた。現地時間7月28日のパリ五輪女子サッカーのグループリーグ第2戦ブラジル戦、すでに時計の針はアディショナルタイム2分、交代で入ったなでしこジャパン、日本女子代表の谷川桃子、FC ローゼンゴードが仕掛けた際、相手のスライディング時にハンドが認められ、 プレーは続行されていたが、ビデオアシスタントレフェリー、VAR、判定で日本に PK が与えられた。実際の写真、缶に行ってたのか、日本代表 DF がなでしこ J ブラジル戦会場で佇たずむ姿。誰が蹴るのか、熊谷先、AS ローマ、がボールを置く、珍しいシーンに、キャプテンとしてボールを置いたのかと二度見してしまった。 しかし集中した熊谷がしっかりと前を見据えている。どうやら彼女が蹴るようだ。前半から決定機を外し、PK も外し、大ブレーキのかかったエース、田中美南、ユタロイヤルズ、ではなく、池田太監督は VAR 判定中に熊谷先を指名していた。熊谷が PK に臨もうとするその後ろで祈る田中の思いを乗せて、 なでしこジャパンを長く率いてきたキャプテンは落ち着いて GK が動いた逆に流し込んだ田中の大不調があっただからこそ決めたかったのもあります熊谷は田中の心情をおもんぱかった誰よりも悔しく今この時自分に何が起きているのかも理解できないであろう状態でも田中はチームのためだけに前線から全力でプレスをかけ続けていた もしこの試合を落とせば、一気に決勝トーナメント進出が危うくなる。その時田中が感じるに違いない責任はとてつもなく大きく、辛いもののはずだ。あの状況で勝ち点1が取れるかどうかっていうすごく重要なところ、熊谷、でのキッカーを任せられるのは確かに熊谷しかいなかった。展開から見れば、同点としただけでも正直、御の字だった。しかしか 諦めていなかった19歳が大きな一撃で仕留めてみせた。パスミスをさらった谷川が放ったロングシュートが誰に軌道を邪魔されることなく、豪快にボールネットを揺らしたのだ。熊谷の PK から谷川のロングシュートが決まるまで、わずか4分の出来事だった。久しく見ていなかったなでしこたちの大逆転劇を、オリンピックの大舞台で披露してくれた。終焉を告げるホイッスルの後、主君の2人、 谷谷川と熊谷が一番に抱き合う次々と2人の周りに歓喜の輪が広がっていった嬉し涙悔し涙安堵の涙それぞれが込み上げてくる感情を偽ることなく交わし合っている池田監督を中心に円陣を作る勝っても負けてもいつもの光景だそしてスタンドへの挨拶を終えた時熊谷が隣に立つ聖劇子ブライトン小賀東子フェーエノールと と肩をを抱き残りの選手たたちに声をかけた次々に熊谷の周りに選手たちが集まり再びエンジンができた清水理沙の怪我とか藤野あおばのメンバー外などのアクシデントがあっていろんなことがいっぱいあってここを迎えてて今日もビハインドの苦しい時間帯もあったまだ2回戦だけどこの時点ですでに総力戦だった 本当にみんなの力で勝ち取った勝ち点3だと思ってたのでみんなにありがとうという言葉と次につなげようと伝えましたエンジンの最後はみんなで締めるはずだったと熊谷は笑うしかし一度目のその締めはうまくいかず「違う違う」とエンジンでは笑いが起きたちゃんとシナリオはあったのにみんなが間違った笑やり直してうまく締まりました 苦しんだ末の逆転劇大舞台ではこういう勝利のつかみ方が最も勢いを生むしばらくなでしこジャパンでは見ることができなかった風景まさに最後まで諦めなかったものだけがつかむことができる瞬間だ見ている人の心も裏返せたと思うこういう試合で自分たちもですけど見てる人たちの心を動かせたらすごく嬉しいしそれこそ意味のあるもの 大きな大きな勝ち点3でした。チームの危機を救った頼れるキャプテンは晴れやかな表情で大きな勝利をかみしめていた。著者プロフィール、早草紀子、早草紀子、兵庫県神戸市生まれ。東京工芸短大写真技術科卒業。在学中の J リーグ元年からサポーターズマガジンでサッカーを取り始め、1994年よりフリーランスとしてサッカー専門誌などへ寄稿。 96年から日本女子サッカーリーグのオフィシャルフォトグラファーとなり女子サッカー報道の先駆者として執筆など幅広く活動する2005年からは大宮アルディジャのオフィシャルフォトグラファーも務めている日本スポーツプレス協会会員国際スポーツプレス協会会員どう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう